ミノミュージックへ、本日は大変スペシャルな回でございます。ピンクフロイド脅威が再発売ということで、それを記念しまして、ピンクフロイドおよびプログレを語りまくる回、フィーチャリング高嶋政宏さん、そして片山慎先生をお迎えしてやらせていただきます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや嬉しい、今日はね楽しみすぎてやばいですね。ありがとうございます。寝られなかったですよ本当に。本当ですか。本当ですよ。音楽ファンからしたらもう結構周知の事実だと思うんですけども、めちゃめちゃプログレに明るいということで、まあ、プログレだけじゃないですね。そうですね、まあ、まあ、もう音楽が好きなんですね、はい。あとさっきあの高嶋政宏って紹介してましたけど、はい、一応音楽関係やるときは、はい、スターレス高嶋っていうね、 AKA スターレス高嶋ということで、そうなんです。じゃあ本日はもうスターレスさんということで、はい、スターレスでお願いします。そして、片山先生ですけども、はい、先生はやめてください。いやもう僕だって先生ですよ。先生ですよ。改めてちょっとこれまで関わってきた著作とかを、あの僕ちょっと調べてきたんですけども、めちゃめちゃ俺が高校生の頃とか読んでたディスクガイドだったり、そういうのもすっごいマニアックなやつなんですね。イタリアンプログレとか、でそういうのを僕は頼りにお茶の水とかに繰り出して CD 借りたりとかしてたんですよ。だからお世話になったとで言ったらもう10年以上という感じが勝手にしてるんですけど、学生の時読んだライナーとかね。しかもミノさんと肩を並べてハサミ打ちですか。ハサミ打ち怖いな、ちょっとなんか縛られたいって。まあちょっとじゃあせっかくなんで、はい、ピンクフロイド皆さんそれぞれも大変思い入れあると思うんですけども、出会いのところからやっぱりお話を伺っていきたいと思うんですが、スターレスさんいいですか。はい。いや僕あのね、小学校6年ぐらいの時に、まあ、早いですね。まあロックに目覚めたんですけども、はい、中学の時かな、友達のお兄さんがボルシーっていうね、はい、当時東京ニューウェーブと東京ロッカーズ2つの、うん、まあ、S ケンさんとかが中心になってるの、はい、その東京ニューウェーブの方のボルシーっていうバンドのベースが友達のお兄さんで、はい、お前らねパンクばっかり聴いてんじゃないと、はい、こういうのも聴けよって渡されたのがクリムゾンのレッドとクリムゾンキングの宮殿、3枚目がアニマルズっていうの、この順番だったんです。激しい入り方が、もうレッドをかけた瞬間ガーガーガーでもうハマっちゃって、うん、そっからずーっとレッドばっかり聴いてたんですね、はい。ひとしきりレッドも1週間ぐらい聴いた後に宮殿行って、うん、ずいぶん経ってアニマルズ聴いたんですけど、その時に、はい、当然クリムゾンだと、まあ、ジャズとかロックとかいろんな音楽がこう融合したもうカオスじゃないですか、うんうんうん、それがアニマルズですよ。しかもピンクフロイドの最初聞いたの、はい、うんうん、もうあの時の最初出だしギターじゃないですか。じゃあそうですね、うんうんうん、あれはコピーしましたね。あれしかコピーできない。それで聞いた時に最初ですよ、カオスじゃなくて、うん、ちょっとこう聞きやすい感じなんですけど、うん、途中から生まれて初めて経験するようないわゆるシンセだとか、うん、あとエフェクターだとかね、はい、ちょっと今そういうのだとシンセで犬の声を出した、うん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 、そんなのに衝撃を受ける年頃ですよ。それでもうピンクフロイドにドーンと入って、まあ、アニマルズだったんですけど、それからほどなくして79年にザ・ウォール、はい、でその時ずっと家でヘッドホンしながらライナーの歌詞をずっと暗く読んで、その時体重180キロぐらいあったんですけど、もう全然学校で色っぽいことゼロみたいな、でそれずっと読んでた。そんななんか音と詩、当時ロジャー・ウォータースなんですかね、はい、詩にこうのめり込んでたのがピンクロイドだったんですね。だ結構暗い詩ですもんね。暗い詩、暗い詩。なんか狂気とかすごい代表版でマネーだとかいろんな曲、すごい小林克実さんのロックギター教室中級編ですか、で必ずなんかマネーのソロがこう出てきたりとかなんかそういうのあって、狂気はちょっと聴きすぎちゃって、うん、狂気にほとんど興味が中学の時なくなった、一回もう離れちゃったんです。でそこで僕が一番ハマったのは、あのなんでこういうタイトルなのか分かんないんですけども、炎って、ね、うん、あのウィッシュ、まあもう邪気ですよね、炎要素邪気しかないっていう。でパンクニューウェーブにハマってたんで、はい、そのピンクフロイドっていうバンドと音詞もそうなんですけど、うん、やっぱりねシドバレット
ットエピソードが当時多感な時期なんで、シド・バレットのいないピンク・ロイドなんかダメなんだとか、その友達のお兄さん経由でその友達から聞いたりとか、とにかくもうバンドっていうよりもエピソードばっかりこう追いかけてて、そんな記憶ありますよね。なんかこう今の方が純粋にピンクフロイドを楽しめてるかなみたいな、まあでも多感な時期は確かに、ね、ミュージシャンのそのストーリーの部分とか、そうなんですよ、まあでもそれがしかも狂気だったり炎 のテーマ性みたいなところにも密接にね繋がってきてるところがあるんで、そうなんですね、そのねテーマまでいかなかったですね、もう当時は僕ロジャー・ウォータース神のように崇めてて、デイブ・ギルモアのソロとかがあんまりピンとこなかったんで、そっちがでも入り口になる人結構ね多いと思うんですけど、ロジャーの方なんですよ、ロジャー・ウォータスがいないピンク・フロイドなんて話になるみたいな、もうそういうなんかね偉そうなこと言ってましたね。ところが今はもうデイブ・ギルモアですよもうクリムゾンからしたら当時アラン・ホールズワースとかにこう、はい、ハマってたんで、なんだよこのギター全然つまんないじゃんみたいなそれがだんだんとですよ、まあ、当時エリック・クラプトンがほらあんなエフェクターばっかり使うバンドはロックじゃねえとか、はい、彼ら技術がないとか、なんかそれなんでディスってたんですかね、そんなこと言ってたんですか、言ってたんですよ、僕もそれに影響を受けてピンク・ロイドなんか全然ギター話になんないじゃんって言ってたのが、今聞いたらもう一応なこのフレットを弾くとき指の厚みがこの点で押さえるのとベターで押さえるんじゃ、この柔らかみと響きが全然違うんじゃ、ようやくその域にたどり着いたと、これが僕の出会いからピンクロイドの今に至るストーリーです。いやでもありがとうございます、ね、あのパンク界隈のコミュニティからピンクロイド紹介されたとですもんね、はい、それも非常に面白いなって思うのと、はい、スターレスの異名はもう伊達じゃないなっていうの、今ちょっと本当ですか、熱量が半端なくて、本当ですか、あのだから多分僕が今までなんかこのスターレスさんとしてご出演されてたコンテンツとかって薄幕の向こうっていうか、なんかこの編集とかがあって濃度が下がった状態になっちゃってたんだなっていうのを今こう実際に生で聞いて、やっぱ尺が ね, あ, ねありますもんね、まあ、テレビとかだと特に、そうなんです、今回 YouTube なんで、 YouTube いくらでも行きましょう。じゃあちょっと片山さんも、はい、伺っていってもいいですか、ピンクロイドの出会い。僕はですね、学生の時の友達が、はい、いわゆるその金持ちの息子っていうのがいたんですよ、うん、とにかく今話題になっているあのレコードを片っ端からジャンル関係なくこう買い漁ってやついて、うんうんうん、でそいつが家近かったので、まあ、毎週末遊びに行くと、まあ、学生の頃ってほらお金ないから、うん、やっぱりせいぜい月に1枚 LP が買えるか買えないかぐらいの年でしたから、はい、あいつの家に行くと何でも聞きたいものあるわけですよ、もう図書館みたいに、うんうんうん、で例えばミュージックライフ開いて、じゃあクイーンだ、チェッペリンだ、うん、もちろんフロイドだって出てきて、毎回じゃあ今日は何特集ねとか言って彼が DJ の今で言う DJ のようにかけてくれたんですよ、うん、でその中である日じゃあ今日はプログラムかけるっていう時に出てきたのが狂気であり、うん、でイエスの危機、フォーカスのアット・ザ・レインボー、それと PFM のクックっていうね、そのライブ版、あのアメリカ版なんですけど、そういうのをかけてくれたんですけど、その初めて聞いた耳では絶対それ理解できないじゃないですか、歌詞もわからないし、まあ、とにかく頭ぐるんぐるん回って、とにかくプログレってなんか変な音楽、でもその彼はピンク・フロイドを一押ししたんですよ、とにかくまずこれを買えと、で次の週かなんかに中古版屋にも走って行って、で買ったのがピンク・フロイドしか頭になかったので、もう狂気っていうタイトル忘れてたんで100円で売ってたんですよ、でそれあやったと思って帰って家で聞いたのが、サイケデリックの新鋭というピンク・フロイドのファーストの赤版だったんですよ、当時それが100円で売ってて、はい、それで、まあ、聞いたんですけど、確かにあいつの家で聞いたのとは全然違う音楽が流れてて、あれこれ違うな、ピンクフロイドってもしかして違うバンドなのかなっていうぐらいに違ったので、それはもうそこに置いて、もう次の週にもう一回中古屋に行って、で狂気を買い直してきて、でそれで全部聞いてそこから入りました。なるほど。でプログラム入り口っていうのは多分そのピンクフロイドの狂気だった気がします、でちなみに言うと人のプログラムの入り方ってあるじゃないですか、はい、あの頃70年代の初期から中期って大体こうプログラムに入る人ってピンクフロイドの狂気か、クリムゾンキングの宮殿、はい、展覧会の絵、まあ、その辺がこうなんか記憶正しい入門編みたいな、で僕も記憶正しく入門編からこう入ったっていうのが始まりです、はい、なんかあの実はちょっとテロップを持参せ
されているという噂を聞いているんですけど、もういきます。これが今説明したように、うん、一般的なプロフィールの入り口って多分クリムゾンキングの宮殿かピンクフロイドの狂気が、うん、いやでもそうですよね、多いんじゃないかなと。実家に3枚とも LP であるんですよ。この間なんか若干ちょっとなんか影が薄くなりつつあるかもしれない名盤みたいな切り口で、はいはい、見ました見ました、ね、ありがとうございます。ちょっと作りまして、でその中で特に僕の感覚だと親世代のそういう感覚もなんとなく分かってるんですけど、なんか今の世代ってプログラムの入り口で展覧会の絵あんまり聞かない気がするんですよね。なんか上の2枚はやっぱ今でも、まあこれだからそのいわゆる僕らの世代、今の60代の人たちが70年代ですから、うん、まあその時に10代だった人たちの入り口で、うんうん、まあ、流行ってたものと思うんですよ。展覧会の絵とか聞いてほしいんですよ。いやでもいいですよね、うん、あのね、カール・パーマーがね、うん、ちょっとリズムが悪いジャストで来ないっていうね、うん、あそこをちょっと感じてほしいんですよ。カール・パーマーほら、極真空手やってて、ドラマーは格闘技やんなきゃならないみたいな、フォージ・パウエルもボクシングかなんか。あ、そうなんですね。当時僕はもう中学の時、ロックのドラムスは格闘技やんなきゃならないから確かにでもこう筋肉隆々じゃないと。そうですね、脱ぎますもんね、ドラムス。カルバーはね、若いですよね、うん、他のメンバーに比べるとね、あんまり太ってないし、ね、そうですね、はい、あの頃太ったミュージシャンっていなかったですよね。うん、でも今のどうですか、ちょっと話それますけど、はい、クリムゾン僕好きなんですけど、なぜジャッコがボーカルをやってんの。ここで言うちょっと長くなるんで、ちょっとそれ。いや、歌はうまいことです。うまい、ギターもうまい。なぜロサンゼルスみたいな歌い方をするんだと。すみません、ピンクロイドの話してもらいます。大変興味深いんですけども、ごめんなさい。ちょっと本当ね、さっきも言いましたけど、狂気聞きすぎちゃって、はい、もうライブ行っても、うん、どっかで音楽レコードかかってても、はい、ジュリーンジュリーンダーンデーデーダーンダーンってなると、うん、またかよ、でこの曲ばっかりかけんだよって、うん、なんかね、そんな曲になっちゃったんですよ、ね、でもまあそれだけ聞いたっていうことですよ ね。でも僕もちょっとあったんですよ、狂気離れみたいな時期が、もう死ぬほど聞いて、そうなんですね、もう全パート頭の中でもう再現できるみたいな、うん、10代の頃なってから結構離れましたね、うん、今日僕も電車で来る時に、はい、あの狂気を一枚丸々聞きながら来たんですけど、うん、狂気の時代って、まあ、1972年から3年間あたって、うん、一番多くて16トラックだったんですよね、うんうんうん、で2インチってこんなぶっといやつでこのぐらいの15リルで撮るんですけど、この15リルって15分しか撮れないんですよ。だからアルバムって片面20何分とかってこうやって平気で僕ら聴いてるけど、うん、そのまんまそっくりマルチで録音するっていうのは無理なんですよ、当時の技術で、うんうんうん、あるいはその15分の中に1曲を何テイクも撮ったりするじゃないですか、うん、この長尺の曲を流れで完成させるってことはもう技術的に無理だったんで、うんうん、それをあのピンクフロイドは、まあ、A 面と B 面に分かれてはいるけれども、 A 面のその20分間をそのシームレスにつなげてるじゃないですか、はい、あの技術っていうのもまたすごいんですよ。あ、それはもちろんビートルズ自体もそうだったけど、でもそれはアビーロードのアラン・パーソンズも含めて、うん、バンドだけのそのアイデアとか技術だけがもてはやされてるけど、うん、狂気の本当のすごさってそういうエンジニアリングとかのスタジオ技術推理の結晶っていうか、確かにそこをちょっと着眼点を置くと、うん、どこで繋がってんのかとか、あ、そういう楽しみ方が、確かに確かに、それこそこの間ペッチャンズとかあのスマイルとかをちょっとなんか聞き返してて、あれって曲間でものすごい編集されてるじゃないですか、はい、そうそうそう、で結構今聞くと荒いんですよ繋ぎが。例えばあのグッドバイブレーションズとかもちょっとゆったりになる瞬間とか、そこからコーラスに戻るところとか、もう明らかになんかちょっとこの なるじゃないですか、その感覚が、はい、ピンクロードないですよね、それが、うん、もう本当にシームレスに極上のなんかね、うん、音楽なんですよ。そうですよね、ビーチボーイズも好きでねペットサウンズはもう聴きすぎてブライアン・ウィルソンのもう狂気と正気のこう狭間で 98% 狂気っていうか、まあそうですよね、まあ、スマイルいっちゃうともうちょっと正気の成分がもうあんまないみたいな。ただね、もうビーチボーイズリアルストーリーっていう本も読みましたけどね、はい、素晴らしいですねたださっきの狂気ってピンクロイドのメンバーの人生も狂わせたけども、はい、日本のデ
ディレクター最高のタイトルつけました。あ、それは本当に、それ僕が言おうと思ったのに。いややっぱり狂気だ炎だ、その、まあ、アニマルとね、ザ・ウォールはカタカナですけど、うん、僕が言いたかったのはだから他のタイトルは全部見事なその漢字をつけられて、あの2タイトルだけなぜかカタカナで、うん、壁っていう人も、うん、そうそう、でもよかったですね。パワーありますよね、まあ、レンガでもいいんですけども、うん、なぜそうしなかったのかっていうのを当時の方がいらっしゃったら伺いたいな。うん、確かに。でも周り回って鬱だ、ついだってきて、やっぱ脅威って、うん、本当に脅威の映像だったじゃないですか、うんうんうん、まんまだなと思って。結構僕現代が好きなんですけども、はい、聞けば聞くほどエピソードを読めば読むほど、うん、本当にいろんな人の人生狂わした一枚なんだなっていう、うん、でもですよ、病気で亡くなった方はいますけど、未だに健在で、うん、もう莫大なお金が入ってくるという、うん、そこですよね。生きてないとダメなんだなっていう、うん、なんか収益の話でいうと、この驚異のライブのセットとかも果たしてこれなんか採算取れるのかみたいな内容だと思うんですよ。でザ・ウォールのライブとかもやっぱりもう赤字覚悟ぐらいの内容じゃないですか。なんかそういうところもでもある種この狂気で商業的にものすごくこの盤石な基盤ができたからこそシアトリカルな部分にも挑戦していけるようになったみたいな、なんかそういう伏線も狂気からありますよね。まあプログレなんだけど、これはプログレを超えてますね。僕はあのデビッド・ボーイのシリアス・ムーンライト・ツアー見て、はい、あれが最高だと思ってたんですけど、こっちの方がもうはるかに すごすぎて、もうそれを競技って、なんでパルスを競技したんですか。でも絶妙に異訳なのがいいですよね、どれも。そうですね、うん、まあ、原始神母とか逆に直訳だけど、ちょっとピントが原始神母ってずっと思ってたんですけど、はい、原始神母なんですよね、あれね、トムハートマザーじゃないですか。あ、はい、それをね、改めてトムハートマザー聞きながら、はい、俺は今日まで大変な間違いをしてた。でも原始神母って発音これから俺しますよ。今まで原始神母って言ってましたけど、これから原始神母。いやもうハード怖すぎますよ。これせっかくでも話題に上がったんでちょっと紹介していきましょうか。なんか、はい、やっぱりでも目玉はこのアフロディーテの映像が発掘されたところだと思うんですけど、71年アフロディーテって箱根でもう今のなんか日本のフェスの走りみたいなイベントがあったんですよね。これ2日にわたって開催されてて、でピンクロイドが出演してるんですけど、当時の映像がなんと奇跡的に発見されて、それをレストアしたものが今回のこの再発の原始神母に収録されているということで、出演のラインナップですよね。尾崎清彦出てるんですよ。ね、渡辺貞夫セクステットとか、まあ、山下洋介トリオとか、ジャズボーカルでいうとダークダックスとか、そうそう、それもう戦前ぐらいのそのポップスの流れも組んでるような人たちも出てる中で、モップスとかダルモーシゲルとか、そういうニューロックの本当に最初期のね方々も出てたりとか、まあその中でね、ピンクロイドどうでした？いやー、なってみて、あれ見るだけでもね、うん、貴重ですよ。上半身裸のおじさんがこうトラック5戦としてやると、うんうんうん、なんか行った人に聞いたら、うん、チューニングがやたら長かったっていう。ほー、ずっとチューニングしてんの、はい、鳥の声とか直したりとかして、うん、ただ感動はねすごいつってましたね、うんうんうん、ピンクフロイドはやっぱりねうまいって行った人、EX シアターの今の試合人の倉林さん、はい、はいはいはい、僕普段あれですよ、レッド・ゼッペリンにトリビュートの、うん、あのジミー・サブライさん呼んできてやったりとか、僕その日行ったんですよ、この辺。あー、そうですか、去年、去年か、はい、俺も行ってました。本当ですよ、行ってました。そういうのやったりとか、クリムゾンの話とかイエスとかいっぱいするのに、ピンクフロイドだけ別格みたいな、ね、うん、いやー、あのね、ほんとフォーカスがね、もちろんしょうがないんですよ、当時のカメラだから。そうですよね、ピンがね、今みたいにハニケイさんのガチョーンみたいなね、こういうのがそんなにうまくできない。メンバーこう寄ったり引いて撮ったりで、あれでも当時あるあるじゃないですか、クリームのラストライブとかも、ジンジャーベイカーのソロとかこんなもうそう、そうでも薬やってねえと多分楽しくないよそれ。もうね、でも貴重でしたね、うん、少し虚しくなったんですよね。あー、この時は純粋にピンクフロイドっていうバンドを全員が楽しんでたのかなみたいな、うん、でなんか俺たちのやる音楽はこれなんだなのか、ラリってたのちょっと分かんないですけど、ロジャー・ウォーターズとかメンバーイクライトとかニック・メイソンとかこう見返しながらね、うん、ちょっとたまにこう微笑んだりなんか
したあのロジャー・ウォーターズとデイブ・ギルモアも仲悪くてね、うんうんうん、そうですね。でもあれなんだよな、舞台とかでもそうなんですけど、あの野郎とか思ってね、うん、共演してるやつ、はい、でもしばらく経つとまた一緒にやってみたいなって、うんうんうん、会うと一緒にやると後悔するんですよ。そういう状態なんじゃないかな。ロジャー・ウォーターズでもそれはかえってやっぱりいいものできるんですか、そういう人と。いや、よくないですね。よくないですか。全然ダメですね。当時の純粋なピンク・ロイドの姿は見られてよかったですよ。リクライトとかなくなっちゃってね、残念ながらね、うん、昔はあのヒゲ面でまだ痩せ細ってない若い感じがね、とにかく良かったですよね。いい映像ですよね。いい映像です。単純にあの時期の見れないですもんね。もう音がずれてるとどうでもいいんですよね、うん、あと機材ね、リクライトの上にビンソンが ね、あるじゃないですか。あれがまたあれがすごいね、もうヒヤヒヤしちゃって、向こうのロビーがケース渡したのを日本人が受けてトラックに入れる時に、うん、大丈夫かな、ちゃんとちゃんとあれそこ持ってたらバンってなっちゃうよとか、そんなでもバンってなっちゃって、でトラックに向こうのピンクロードのチームのロンドンのロディが助手席に乗ったりするのが、国籍は違っても同じロックのライブを作り上げる人たちっていうのすぐしとけんだなみたいなね、あ、乗れよあんちゃんみたいなね。確かに。あれ途中のパーキングエリアとかでなんか立ち食いそばとか食ってんのかなっていうね。あのメンバーがあの羽田空港に着いてね、はい、ファンが行ったじゃないですか、はい、でその待ち受けてて、うん、LP レコードを差し出した時に、はい、なんかツンとしてるメンバーかなと思ったら、うん、みんな4人が4人ちゃんとサインに応じて、うん、そのにこやかに、あの姿を見て、あ、この人たちやっぱ優しい人だなっていうのを、うん、あの思いましたね。なんかクリムソンとかだとシークレットパーティーみたいなので、はい、あとロバート・フリップさんとか、うん、女はべらしてそれ言って大丈夫ですか。あのなんかこの脅威見てもデーブ・ギルモア T シャツインしてるし、であのリハーサル映像もほぼ同じ格好だし、本当に音楽を作るプレイすることが心底好きなんだな。いや感じますよね。だから昔はマルチプレイヤーとかって言っていっぱい楽器が書いてあるとすげえなって思ったんですけど、いやそれ朝から晩まで年から年中やってたらいろんな楽器できるようになるだろうなっていう、だからこそちょっと本当にあのデブ・ギルモアのソロのライブのリハーサル映像とか、あれワーワーガンがやってたのかな、それ見た時も本当にコーラスの人たちとかバンドメンバーとかサポートメンバーとか同じあれはなんかどっか別荘みたいなところでみんなで集まって合宿してるんですからね、ここにいることが大変なんだろう、本当に認めて、こいつの技術もちろんのこと、全て相性とか歌とか音色とか全部デーブ・ギルモアがこれってならないとあそこにいられないんだ。ただあそこに入れればなんとなく入ってるうちにちょっとお互い知り合おうとかはもうまずないと思うんですよ、もう最初からもう気の合うやつと音楽的に合うやつしかあそこにいられないっていう、だから絶対にピンクロイドのメンバーとは親しくなれないんだろうなみたいな、もうあれはね選ばれた人しか近づけないですよ。なんかあのどっかの本にあの石坂さんのね、はい、インタビューでそのニック・メイソンを連れて赤坂かどっかのそのバークラブかなんか連れて行った時に、まあ、意気揚々と入ってったんだけど、入ったら一番奥に座って一言も喋らなかったっていう。へえ、音楽だけなんですよ。なんかあのプリンス亡くなってもどん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 アルバムが出るじゃないですか、あれと同じでずーっと音楽をずーっとやってるんですよ。プリンス語らしちゃったらちょっと僕が行ったスマイルガレージっていうスタジオのことですよ、吉野の芝浦布団のところにあるんだったんですけど、あのスティービーワンダーとかプリンスとかあの東京ドームでコンサートがあって、まあ、夜10時ぐらいに吐けるじゃないですか、で飯食ったら寝ないんですよ。でパーティーもしなくて、彼らはみんなその後に空いてるスタジオを探して来て、でリムジンが来るから、その都内の道走れないんですよ、だから芝浦とかって道広いから、リムジンが平気でこう止まれるわけですね。で来てスティービー・ワンダーもあのプリンスも朝までずっとレコーディングしてるの、朝5時とか6時まで。
でプリンスの話は、うん、ブラックアルバムっていうのがあって、はい、でそれ最近は出たんですけど、うん、あれはもう全部東京で作ってて、そうなんですか、ね、あれはほとんど東京でデモを作ったやつで、で何がやったかっていうと、タクがあるじゃないですか、はい、タクの前に彼が座ってギター弾いて、ここにボーカル、あのマイク立てて、うん、ここにシンセ、自分の四方を全部囲って、で普通アシスタントエンジニアがいてテープ回すじゃないですか、うん、パンチにしたりとかするんですけど、うん、お前も出ていけと、うん、自分一人してくれと、でとにかく朝まで、まあ、トイレで出てくる以外はもうシャットアウト でずっと細かくあるんですけど、みんなにこう見てたんですけど、うん、あのずっと一人でこうやりながら、うん、全部自分で、うん、だからその時に、ね、録音されたものを全部その回収して持って帰っちゃうんで、うん、どんな曲を何をやったかっていう、なるほどね、うん、やっぱり今聞くとあれですよね、そうなるとですよ、当時トットラングレンばっかりがマルチで自分でエンジニアやってて、ね、みんなそうだったってことだよね、日本人は踊らされてたね、ああいう情報にダメだ。スティービー・ワンダーもあの、来たんですけど、その時はそのエースタっていう広いブースの一番奥に、うん、グランドピアン、こういうグランドピアン置いてあって、そこにあのラジカセあるじゃないですか、はい、いわゆるカセット、うん、あれをずっと120分テープを録音の状態にして、ずーっとテープが切れるまでアドリブで歌を歌うんですよ、うん、でそれがそのだからカバーじゃなくて、うん、その出てくる新曲、うん、思いつくメロディーをずーっとララララララって歌って、それを録音して持って帰って、その中でいいものがあったら曲にする、はあ、そういうすごかったですね、そういう数字の。ラジカセとカセットテープの正しい使い方ですよ ね、彼女と会ってる時隠し撮りしてる場合じゃないですよ、それは、ね、後で聞いて思い出すもうそういうのじゃダメなんですよ。ちょっとここ使いましょう、インクルードの話本当にいいですか、すいません、大変貴重な話を僕もちょっとなんか聞いちゃってたんですけど、あの先ほど金山さん、あのこの収録が始まる前になんかちらっとロイ・ギーシンの音源を、はい、あの聞かせてくれたじゃないですか、まあ、原神坊兄弟曲の、はい、原始神坊、原始神坊の兄弟曲のその、まあ、ピンク・フロイドとの 共作者である、うん、あの現代音楽家の方 でそれがさっき聞かせていただいたら、もうめちゃめちゃ狂気のこのテープのこの会話とかの部分ですよね、そこですよ、ね、うん、イントロとかそういうのも元ネタ で、あれが何年でしたっけ、あれ60年、7年か8年ぐらいなんですね、だいぶ早いですよね、だいぶ早いですね、かなりそこから着想を得てたんだっていう、そうですね、だからそこもなんかこの原始神坊伏線に、ね、なってるっていうか、そこの共作があってから狂気につながってくるんだっていうのね、ちょっとピンク・フロイドって、うん、まあ、初期の頃って、まあ、シード・バレットのやっぱりパワーものすごく強いけど、うん、じゃあ他のメンバーはただバックバンドに徹してたのかっていうとそうでもなくて、うん、例えばそのロンギーシーと仲良かったのは、はい、そのボディっていうね、サウンドトラックで呼ばれた、はい、あのロジャー・ウォーターズが、まあ、仲良くなって、年は全然違うんですけど、うん、でニック・メイソンもなんか仲良かったらしくて、うん、やっぱりその2人はあのやっぱりネタを探してるというかね、うん、あのシード・バレットとは違う分野の中で何か探してきて、でそういったものを、まあ、合わせて一つの作品にするっていう、うん、でだからシード・バレットがいなくなって、まあ、もちろんその原始神をその時ももちろんいなかったんですけど、でもなんとなく匂いはまだそこまでは残ってたじゃないですか、で完全に断ち切るのがまだおせっかいあたりぐらいなので、でも狂気になるともう完全にこう本当に4人だけの世界になって、うんうんうん、でもそれでもやっぱり 彼らがいろんなことを巡らしてコンセプトアルバムにはならなかったんじゃないかな、うん、もうプログレマニアのでもお二人にもすごい聞きたかったことがあって、まあ、噂っていうかほとんど事実なんですけど、うん、その狂気とオズの魔法使いがもうその映像が同期してるって話あるじゃないですか。え、もう知らないですか、何ですかそれ、何ですかそれ、知らないですか、何ですかそれ。僕なんかアメリカ人の友達に高校生だった時にお前これ知ってるかって言って、でなんかそのそういう映像がなんか起こってるんですよ。頭から狂気とオズの魔法使いを同時に再生すると完璧にシンクロするんですよね。この家がこう竜巻の中でなってるとことかが、あのグレートリビングザスカイとかになってるとか、あれがびっくりするぐらい一緒なんですよ。狙ってやってたのかなっていうのを聞いてみたかったんですけど、いやー全然知らないですね。それでそうなんですか、可能なのかもちょっと怪しいですけどね。偶然じゃないですかね。でも偶然なんですかね。さっき言ったようにそのマルチ切り刻んで、はい、繋げないと1個ならないから、うん、その微妙なそのカット割りに合わせるって今のデジタルだと簡単だけど、うん、当時絶対無理ですよね。なんでオズの魔法使いなんですかね。なんなんですかね。なんかでもちょっともしあのお時間あったら、そうですね、プロダクションの話とかね、ちょっとしたんで、ライブの部分とか
かも話していきたいと思うんですけど、やっぱこのセットがすごいじゃないですか。映像が真ん中に投影されるなんか巨大な円があって、シドバレットの頃からこう光とか映像とかとあのライブを一緒にやるっていうのはもうずっとテーマだったと思うんですけども、脅威でもう本当になんか最後大きいね成果として結実したみたいなところもあると思うんですけど、なんかどの時期のライブが好きとか。今回脅威見て、うん、丸いスクリーンとかとか、はい、あるじゃないですか、うん、1988年に、うん、当時デビューして間もない時朝ドラやってたんですね、はい、でその時にもう新人ですよ、なのにもうピンクーラーどうしても見たくてマネージャーにも頼み込んで、はい、NHK で必ずリハーサルやるんですよ、うん、リハーサルの順番を早めに終わらせてくれないかっていうんで、うん、1988年大阪城ホール行きましたな。あの時のもう後ろ丸だったんですね。そうです、うん、あの頃からあれからそうですね。豚を使っちゃいけないとか、あのいいとか、あれはロジャーホータス、豚はね、あの代々木は飛びましたよ、豚。なんかあのライナーに書いてありましたけど、豚がもうロジャーが権利を持ってるってことですか、ね、なんですかね、まあ、詳しくはこの脅威のライナーに全て買ってください皆さんぜひ買ってください、ね、でももうピンクフロイドってこうアレンジしたくなるわけじゃないですか、なんかね同じ曲やってるデーブ・ギロマーのギターソロなんて、はい、ほぼ忠実ですよね。そうですね、そこは確かに思いました。ポンスタブリー南部最後の方にやりますけど、ちょっとそこはなんか伸びてましたけどね、あの、まあ、そこはギター弾きとしてはすごくあかっけえなみたいな、基本はでも謎って感じですね。だからもうファンも熱狂できるっていうか、うん、次来るぞみたいな、うん、いわゆる予定調和って、もう予定調和なんだけど、うわ一音弾いただけで違うみたいな、うん、やっぱり88年のね、あの来日僕も初めて見たのがそこだったんですけど、1曲目がそのクレイジーダイヤモンドじゃないですか、はい、でクレイジーダイヤモンドって要するに71年と72年の時にはやってないわけじゃないですか、うん、初日本で聴くっていう、うん、でみんながとにかく固唾を飲んだのはあの例の最初の一音、うん、そこが出るまで誰も微動だにしなかった、うん、もうふーんって始まった時に、うん、あもう拍手です。大阪城ホールだと思う、クラシックのコンサートですよ。そうです、シーンですよ、終わったらまた始まったシーン。ちょうどねサンプラザ中野さんが連絡当時取り合ったら、うん、いや寒かった会場が、うん、そのロックのコンサートみんな立ち上がってわーとか騒ぐのに、うんうん、あんまないですよね、そのロックコンサート行って寒いなってあんまないですね。なんかでも曲を本当に忠実に再現していくっていう、うん、このスタイルだからこそ誰も近づけないほどのクオリティまで持っていけるっていうね、うんうん、今回の脅威映像版と CD も聴いてみたんですけど、はい、まあ、バージョン違うじゃないですか、うん、一番違うなって感じたのが、うん、グレート・ギブ・イン・ザ・スカイのその女性が3人いるわけじゃないですか、はい、3人が順番になった、そう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 、そこがみんなアドリブで全然違うんですよ、そこが楽しいな。あれでも3人で分けると、うん、最初ピンク・フロイド側が要求した歌詞なしでスキャットっていうんですか、あれだけで人間が生まれてから死ぬまでを表現してくれっていうのが3人分かれちゃって、そうですね、アドリブでやってるから音域の違いじゃないですか、あ、なんか掛け合いっていうか、なんかこうちょっとダブらせてやってることもありましたもんね、ハモになるとこもあるし、うん、あれはやっぱ最初に歌った白人の女性が一番うまいってことなんですかね。あの人はあのビッキー・ブラウンの娘さんで、ビッキー・ブラウンっていうのはアビーロードのスタジオのあの辺でそのいわゆるコーラスのお姉さんとしてスタジオミュージシャンとして活動していた人の娘さんなんですよ。いや本当にお詳しい。そうなんだ、うん、あのベース弾いてたガイ・プラット、あれディック・トレーシーとか出てるんですよ、俳優なんですよ。あ、そうなんですか。俳優でコメディアンで何でもやって、でもスタジオミュージシャンとしてはものすごい数、すごいですよ、あの競技入ってガイ・プラットって、うん、あの鬱を全曲トニー・レヴィンが弾いたんですよね、ベースね。それをツアーの時にトニー・レヴィンがダメになったかなるっていうんで、ガイ・プラットにそんなクラスですよ、トニー・レヴィンの代わりって、代わりって結構厳しいものがありますよね。でも結局予定通り本人ができたんでやらなかったんですけど、ただこれ許していいのかなっていうのが、ガイ・プラットチョッパーをねやるんですよ。保守的ですね。いやいやいや、チョッパーをやるかなって。ピンクロイドで。ピンクロイド。いかがなもんかと。で逆に言うと、デーブ・ギルモアが OK
けしたんだろうなっていう。そこでね、やった瞬間に止めて止めてみたいな、あのだってもう一人のギターの人ライトハンドやってましたね。あれが嫌だった。あれもうそういうことですよね。いや別に、ティム・レンウィックあれもデブゲも許した、あの瞬間ちょっとやめてあれ嫌だったな。それ違うからあのエピタグの Will be my ってあのなんでロサンゼルスにちょっと歌い方すんだとあのフィル・コリンズがボーカルに変わっちゃった時にパパーズ・レディであの Hey baby って、え Hey baby だろうとお前なんでジェネスがなぜそんなの LA みたいなんと、あのひっくり返りでもやっぱりピーター・ガブリエルならではとかありますよね。それと同じライトハンドとチョッパーまあまあまあ、そこいいじゃないですか。90年代のピンクロイドはもうそこもですね皆さん映像でぜひお見上げいただいて、そこもでもね確認して僕は効果的に使われてるなって思いましたけど。そうですか、ね、でも新世代ベーシストなのかな。もうだってイエスであのパグルスの2人が行った時に、うん、もう緊張しちゃってできなかったっていう、うん、そういうのなかったんだろうなっていう、うん、だから怒らないんでしょうね。ちょっと僕らも今っぽいことをやりますね。許される空気やったらね。今そんなの流行ってるのかいなんつって、うわまあそんなのがね満載ですよね、このね、うん、DVD はね、今回映像見てすごく感動した場面なんですよ、うん、今回改めて見て思ったのがアスランドゼムの時にイントロずっとそのリック・ライトが弾いて、うん、デイブ・ギルモアがスティールギターを弾くっていう時に、うん、イントロの時にデイブが弾きながらこうやってみてニコって笑うんですよ。でその視線を感じたのかどうかわからないんだけど、前を向いて弾いてたリチャード・ライトが向くんですよ、うん、ちょっと微笑むの。そのね意思疎通がねすごい感動しました、ね、いやあれそろそろ来るだろうなっていうのがもうわかるんでしょうね。僕当時今日このライブ買って見た時にそんなにピンとこなかったんですよね、うん、でも今見たらもうめちゃくちゃいい映像でした。もう家でも凍りつきましたもん、うん、あんまりすごすぎて。一番最後の大団円で全部の照明がつくわけじゃないですか、うん、もうあれ多分客席にいた人ってもう目つぶしで何も見えてなかったんですよ。あ確かにすごい量ですもんね、うん、ね、あれカメラだからちゃんとこうやって冷静に見れるけど、うん、多分そこに座ってた人たちはもう眩しくて眩しくて、うん、もうただうおーって言うしかなくてカオスの状況になってたんじゃないかな、うん、これなんかリハーサルの映像入ってるじゃないですか、ボーナストラックに、うんうん、ですごい楽しみにして見たんですけど、お客さんがいないっていうだけで本当に本番通りの真面目ですよね。バージョン1バージョン2って入ってるんですけど、うん、あれもほぼ同じですよね、まあ、お二人もちろん当時もバン買ったと思うんですけども、今回あれですよ、光るんですよ。当時もピコピコだったけど、ちょっと今回もちょっと発色がね大きいですね。大きい、これが当時のやつで、いまだに元気に光りついてるんですけど、ちょっとね点滅が早くてカラータイマーがピコン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 って、もうこれそろそろね、あのウルトラマン変えないといけないくらいの光り方です。いやーこれがね再発っていうのが嬉しいですね。これね、これでもねプログレとか関係なく、うん、史上最大のショーだから絶対見てほしいんですよ、うんうんうん、ピンクロイドの入り口としても僕全然ありなんじゃないのかなって思うぐらい、まあいい曲網羅されてますしね。このねライブコンサートすごいです。いやすごいです、本当に一大作品ですね、うんうんうん、これからピンクロードを知る人たちにとっては、うん、狂気っていうものをね黒いビニール板でさあ聴けって言って聴かせるよりも、うん、視覚的な効果、まあ、なんかすごいぞっていう部分は、うん、もしかしたらこっちの方が効果があるかもしれない、ね、うん、あるかもしれないですね、うんうん、一番ライブでピンクロイド入りやすいのはこれなんじゃないのかなと思いますね。これがね、このデザインむちゃくちゃいいんですよね。ただこのピンクフロイドのロゴはね好きになれないんですよね。もうちょっと見ていきましょうか。これとかあの当時のあれですよね、フライヤーっていうか、もうねこの出演者これ書いてありますけど、これも貴重なやつなんですけど、デイブ・ギルモアはねやっぱり本当に渋くてかっこいいんですけども、陶芸家みたいな、あのよく聞いたのが、うん、レコーディングでギターソロって普通だったら何テイクも撮っていいやつを選んだりとか編集するじゃないですか、うん、はい、ギルモアの場合って何回も練習してフレーズ決めたらワンテイクしか撮らないんです。へえ、まあ都市伝説かもしれないけど、とにかく決まったらよしこれでいくから回せ、あの録音しろと。譜面は書くんですか？書かないでしょ。あの人そういう性格らしいんですよ。すごいですね。アブロディーでね、うん、懐かしかったのが、チケットのレプリカとか、ね、そうそう、いや
や、このねモップスで鈴木ひろみつさんがね映ってんですよね。いやすごいな。いや、そういうでもね当時の人たちが見れるのも貴重ですよね。まあこれ本当にてんこ盛りのね版画こうリーシュー去年されて、で今年こっち教諭がねこのということでですね、もう本当にあっという間に時間が過ぎてしまったんですけども、本日スターレスさんとそして片山先生お迎えしてピンクフロイド語りまくる回ありがとうございました。ということでミノミュージックでした。それでは。